ルイーズ・ブルックス、ルイーズ・ブルックス、ルイーズ・ブルックス、1906年11月14日から1985年8月8日は、アメリカ合衆国カンザス州出身の女優、ダンサーである、フラッパーとの時代を象徴するシンボルであった。ヨーロッパで制作された、G.W. パープスと監督の1929年、パンドラの箱と、臨落の女の日記、そして、 アウグスト・ゼニーナ監督の1930年、ミスヨーロッパの3本の映画でよく知られている。ブルックスは17本のサイレント映画と8本のトーキーに出演した後、1938年に女優を引退した。1982年に回想録、ハリウッドのルルを出版し、その3年後の1985年に78歳で、 心臓発作を原因として亡くなった。ルイーズ・ブルックスは、弁護士であるレオナード・ポーター・ブルックスを父として、マイラ・ルードを母として、カンザス州、チェリー・ベールに生まれた。父は子供たちの規律に厳しく、常に忙しくしていた。アーティスティックな母は、どんな悪さをする、子供たちにも、決然と対処しながら、世話をしていた。母マイラは本や音楽を愛していて、 子供たちのために最新のドビュッシー・アラベルを演奏するような才能のあるピアニストであった。ブルックスが9歳の時に近所に住む知り合いの男によって性的虐待を受けた。この出来事はブルックスの私生活とその後のキャリアに大きな影響を与え真の愛情を育てることができなかったと後日語っている。何年も後になってブルックスが母親に この事件を打ち明けたが、彼をそのように仕向けていた、ルイーズ自身にも過失があったはずという母親のしさを引き出しただけであった。そして、ブルックスが十三歳の時に、一家はカンザス州で最も繁栄していたウィチタに引っ越した。ブルックスは1922年に LA に設立されたに、加わってダンサーとしてのキャリアを開始した。当時のカンパニーには、 創業者の塗装して若手のマーサ・グレアムなどのメンバーが在籍していた。在籍して2シーズン目に一つの作品でショーンの相手役に抜擢されて主演の待遇で出演することになった。しかし、ブルックスとセント・デニスの間には個人的な衝突が常にあって、1924年にセント・デニスは突然ブルックスを一段から解雇し、 他のメンバーの前で私はあなたを対談させます。あなたは自分の人生が銀のプレートに乗せられてあなたに差し出されるべきだと思っているからですと告げた。この言葉、ザ・シルバー・サルバーはブルックスに強い印象を与えて1949年に計画されていた自伝的小説では重賞と最後の賞のタイトルに使用されていたものだった。友人の紹介でブルックスはすぐに の、コーラスガールとして採用された。次に1925年版ブロードウェイので、主演のダンサーとして登場した。ブルックスのフォリーズでの出演によって、フェイマスプレイヤーズ、ラスキースタジオのプロデューサーであったウォーターウェンジャーに注目されて、1925年に、スタジオと5年間の契約を結んだ。またブルックスは、映画、黄金鏡時代の、 プレミア上映のため滞在していたスターであったチャールズ・チャップリンと知り合って、この年の夏、二人は二ヶ月の間だけの特別な関係にあった。ブルックスは1925年にサイレント映画アルコジッキの話でクレジットなしでのデビューを果たした。しかし、その後の数年間は軽いコメディとフラッパーの映画でアドルフ・マンジューや W.C. フィールズの相手役として、 ヒロインを演じていた。1928年にハワード・ホークス監督の港に女ありに出演してヨーロッパで注目された。この映画は二人組の相棒を主人公としたサイレント映画でブルックスの役は映画の中でも重要なものであった。初期のトーキーである1928年の映画人生の古事記でブルックスは欲望に囚われていた養父を殺した。 虐待を受けていた田舎の少女を演じた。その場にいたが演じた放浪者の少年は、ブルックスが男の子に扮装して、彼と一緒に列車に乗ることによって、現場から逃走するように助言した。放浪者の野営地である、ジャングルで、彼らは別の放浪者、ウォーレス・ビアリーが演じた、オクラホマレットに遭遇した。ブルックスの変装はすぐに明らかになり、そやで、セックスに飢えた男たちの群れの中で、 唯一の女性である事実を発見した。この映画の多くはロケーションで撮影され、最初の話すシーンの収録で必要なため、監督ウィリアム・エイウェルマンによってが考案された。この頃までには、ブルックスは多くの有名人と交友関係があった。ウィリアム・ランドルフ・ハーストとその愛人であった、マリオン・デービスのすぐサンシメオンの邸宅を定期的に訪問していい。 デイビスの名ペピレデラーとは親しい間柄だった。ブルックスの特徴的な髪型ボブカットは、新しい流行になって、同じようなヘアースタイルの映画スター、コリン・ムウーアと共に、多くの女性が髪型を真似てスタイリングする元となった。映画、人生の古事記が制作された後に約束してあった、パラマウント映画でのキャリアの上昇がなかったため、 ブルックスは、その背景を嫌っていたハリウッドでの滞在を拒否し、オーストリア出身で、表現主義者の監督、G.W. パープスとのもとで映画を制作するため、ヨーロッパに去っていった。パラマウント映画は、ブルックスに圧力をかけるために、サウンドフィルムの導入を利用しようとしたが、ブルックスはこれを、スタジオの貼ったり読んでいた。この反抗的な言動は、 キャリアの中でも間違いなく突き抜けて独立した精神を表していてサイレント映画の伝説として30年後にブルックスの不滅さを表彰するようになったドイツから帰国してパラマウント映画への順当な復帰作であった1929年の映画カナリア殺人事件での音声の録音し直しを拒否したためスタジオにとっては残念なことにブルックスの行為は ハリウッドでのキャリアの完全な終了を意味したわけではないが、ブルックスの名前を非公式なブラックリストから外せなくさせた。スタジオはブルックスの声がサウンドフィルムには適さないと主張したために、女優はブルックスの声を吹き替えるために採用された。ドイツでは新速物主義時代の GW ・パープスト監督の 1929年の映画パンドラの箱に出演した。この映画はフランク・ベーデキンとの二つの劇、地霊とパンドラの箱に基づいたもので、ブルックスはヒロインのルルを演じている。この映画は最初のレズビアン描写を含むものとして、現代的な性的風俗の率直な扱いで注目に値するのであった。ブルックスはその後、同じパーアップスと監督による、 の小説を原作にした1929年の映画、隣落の女の日記と、イタリアの監督、アウグスト・ゼニーナによる1930年のフランス映画で、誰もが驚くようなエンディングだった、ミスヨーロッパに出演した。これらの映画はすべて厳しい検閲を受けた。時代に先んじた、大人であって、当時としては、その性的描写や、社会批判的な内容によって、 観客に衝撃を与えるためと考えられていたからであった。1931年にハリウッドに戻って、ブルックスは、イット・ペイズ・ツー・アドバータイズと、ゴッド・エス・ギフツ・ツー・ウィメンの2本の映画に出演した。しかし、ほとんど注目されず、非公式のブラックリストに名前があったために、それ以降は出演依頼が途絶えていた。 人生の古事記の監督であったウィリアム・エイ・ウェルマンは、それでも、ジェームズ・キャグニーが主演する、民衆の敵で、ブルックスに、ヒロインの役を提供しようとした。しかしブルックスは、恋人のジョージ・プレストン・マーシャルを、ニューヨークで訪問するためにその役を断った。代わりに、ジーン・ハーローがこの役を演じたが、ブルックスの電気作家、バリー・パリスは、民衆の敵に出演しなかったのは、 ルイーズ・ブルックスにとって映画のキャリアの本当の終わりになったと述べている。ブルックスはその後単純にハリウッドが嫌いだったのでと言っていたが、彼女のご反省でブルックスを知っていた映画シアのは彼女はマーシャルにずっと深い関心があって映画界にはさほど興味を持てなかったと話している。1931年にブルックスはもう一本の映画 ハリウッドから追放されて、ウィリアム・グトリッチの名前で活動していた、ロス・コア・バックルが監督した、ショートコメディー、ハリウッド・大通りに出演した。ブルックスは1932年に破産宣告して、整形のために、ナイトクラブでのダンスを始めた。そして1936年にカムバックを試みて、ウエスタン映画、エンプティー・サドルズに、少なさな役での出演をした。コロンビア映画が、 1937年のミュージカル映画ウェイ・ユー・レイン・ラブでのスペシャルなバレリーナの役でのスクリーンテストを提供したからであった。この映画に出演はしたもののクレジットなしでのものだった。その後1938年にジョン・ウェインの相手役で BQ ウェスタンのオーバーランドステージレーダースに出演したが、 ロマンティックな役でのブルックスはロングなヘアースタイルで、かつてのルル役からは想像もつかないものであった。ブルックスは一時的にダンススタジオ経営のために彼女が育ったウィチタに引っ越した。彼女はこう言い表した。ダンススタジオの運営に失敗した後、彼女は東部に戻って、ラジオの声優とゴシップコラムニストとしての仕事で短期間働いた後は、 数年間サックスフィフスアベニューでの販売員とし、働いた。そして、裕福な男性を選んで顧客として、高級商婦のように生活していた。ブルックスは14歳から、過度の飲酒癖があったが、第二のキャリアになった映画について、執筆活動ができたように、思考については、比較的冷静なままであった。数年間は、最初の主な計画だった、ゲーテの ファウストから取られたネイキット・オン・マイ・ゴートというタイトルの自伝的な小説に取り組んでいたが、最終的には焼却炉に原稿を投棄して廃棄した。彼女は人生の大部分が悪名高い浪費家だったが、友人たちには対外度を越すほど親切で寛大だった。1950年代初頭にフランスの映画歴史家はブルックスの映画を再発見し、映画のアイコンとして、 マレーネディ・トリッヒやグレタ・ガルボを上回る女優として称賛した。それは進行中であったルイーズ・ブルックスの映画の復活につながり、母国での彼女の評判を回復させることになった。の学芸員、ジェームズ・カードはニューヨークで隠居者のように暮らしていたブルックスを見つけ出してニューヨークのロチェスターに移ってジョージ・イーストマンハウスの映画のコレクションを 参照するように進言した。ジェームズ・カードの助けを得て、ブルックスは著名な映画についての作家になった。彼女の著書であるハリウッドのルールは1982年に出版され、その紹介文は脚本家によるエッセイで、題名がザ・ガール・イン・ザ・ブラック・ヘルメットだった。子供の頃からのこのヘアスタイルは当時の流行に先行したものだった。ブルックスは滅多に インタビューをしなかったが、映画歴史家の都とは、特別に親しくしていた。1970年代には、が、制作、監督する1976年の、ドキュメンタリー映画、マモーリーエソフ・ベルリン、ザ・トワイライツ・オブ・アイ・マール・カルチャーのために広範囲な、インタビューを受け、ブラウンドーとのドキュメンタリーシリーズ、1980年の、ハリウッドのためのインタビューを受けてた。 1984年のルル・インベルリンは、とスーザン・ウォールの制作によるもので、ブルックスの死の前年にリリースされたが、10年前に撮影された気象インタビューの撮影が含まれていた。作家トム・グレーブスは1982年、インタビューのためにブルックスのアパートに来訪して、その後、不手際で堅苦しかったその時の会話について、 マイアフタヌーン・ウィズ・ルース・ブルックスで記事にした。この記事はその後の著書、ルイース・ブルックス、フランク・ザッパー、&、アザ・ー・チャーマーズアンドドリーマーズの先行部分となった。ブルックスは1926年の夏、A. エドワード・サザーランド監督と結婚した。W.C. フィールズと共演した映画、チョビヒゲ大将の監督であったが、1928年6月には離婚した。 主な原因としては、ランドリーのチェーン店の所有者であり、後にフットボールチーム、ワシントン・レッドスキンズのオーナーとなる、ジョージ・プレストン・マーシャルと1927年に恋に散った事実が挙げられている。マーシャルとの最初の出会いは、後に人生で一番の運命的な出会いと言い表している。マーシャルとは、離れたり、親しくなったりを繰り返しながら、 1920年代から1930年代まで交際が続いていた。ブルックスはこれを虐待的と表現していた。ブルックスが G.W. パープストスと監督と連絡できたのもマーシャルの尽力が大きかったためである。マーシャルはブルックスに何度も求婚したが、二人が一緒にいる間でもブルックスに多くの特別な関係があったことを知り、結果的に 映画女優のと結婚した。ブルックスは、シカゴノの,の息子であるフゴーノ、富豪のディーリング・デイビスと1933年に結婚した。しかし、結婚5ヶ月後の1934年3月に、さようなら話でとのメモだけを残して立ち去った。そこにあった意図は、デイビスは、もう一人の、エレガントで、金持ちの賛美者であって、それ以上ではなかったとのことである。 二人は年にに正式に離婚した。二度の結婚にもかかわらず、彼女は子供を産んだことがなかったので、自らを不毛のブルックスと呼んでいた。ブルックスには長年多くの賛美者がいて、その中には CBS の創設者である若いウィリアム・エス・ペイリーが含まれていた。ドキュメンタリーのルルを探してによると、ペイリーは、 ブルックスの残りの人生に何がしかの宝給を提供し、この点でブルックスが自滅するのを防いでいたとのことである。たとえ芸術のために完全なヌードになったとしても、新しい試みを恐れない、ブルックス自身が認めたものであるが、性的にリベラルな女性であった。多くは推測だったとしても、映画関係者とブルックスとのやりとりは伝説的なものだった。ブルックスは、 彼女のセクシャリティフィーについての憶測が広がるのを楽しんでいて、と、たちとの友情を育んでいた。彼女たちとの深い関わり合いは避けていたが、ブルックスは、グレタ・ガルボとの一夜だけの関係をはじめとして、何人かとのレズビアンとの遊びがあったのを認めた。後に、ガルボを、力強い、でも、魅力的で柔軟な恋人と表現していた。であったとしても、ブルックスは、 自分自身はレズビアンでもバイセクシュアルでもないと思っていた。長年関節炎と機種に悩まされていたブルックスは1985年8月8日に心臓発作で亡くなっていたことが判明した。彼女はニューヨーク州ロチェスターにあるに埋葬された。ドキュメンタリールルを探してで言及されているように同じ時代の多くの映画と同様に ブルックスのいくつかの映画は失われたと思われていた。しかし、パンドラの箱や臨楽の女の日記のような重要な映画は、人が DVD でリリースしたように生き残っている。2007年現在、ミスヨーロッパとダホラ王あたりは DVD でリリースされている。彼女の短編映画、及び数少ないトーキーの一つ、ハリウッド王通りは、 林楽の女の日記の DVD に収めされていた。彼女の最後の出演となった映画、オーバーランドステージレーダースは VHS で、そして2012年に DVD でリリースされた。ルイーズ・ブルックスは、それ以降は到達できなくなった映画の中でのイメージとして、アドルフォ・ビオイ・イコール・カサーレスにインスピレーションを与えた。カサーレスは、プロジェクトされた3。 イメージに過ぎないフォスティーヌに魅了された人物を描く SF 小説、モレルの発明を1940年に発表した。1995年のインタビューで、カサーレスは、あまりにも早く映画の世界から去った、ルイーズ・ブルックスへの愛情が元となって、フォスティーヌは造形されたと説明を行った。1961年アランデネ監督の映画、去年、マリエンバートで、は、 モレルの発明から SF の要素を除いた作品である。ブルックスはグラフィックスの世界にも影響を与えていて、1920年代後半から1966年にかけて新聞に掲載されていたのコミックは連続ものから発展して小説となった。また JP マケボイはデキシー・ドゥーガンをブロードウェイのステージでのミュージカルショーガールにしたが、大体は ホリーズガール時代のブルックスに影響されたものであった。1965年から長期間継続されてリリースされていたグイド・クレパックスのエロチックなコミックスバレンティーナがある。クレパックスはブルックの人生後半に友人となり定期的にブルックスの特派員の役割を担った。またコミック作家のヒューゴ・プラットはブルックスにインスピレーションを受けて 自分のコミックのキャラクターとして使用し、ブルックスの名前を用いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。